その時の勢いですとね、これは誰でも本命20丸を王決に駆けつけましたですよね。まあ、あの当時はね、それ調整、各チームね、調整中、うちももちろん調整中だったんですけど、まあ、それにしても、まあ、投打の絡みといいますかね、それがうまくいきましてね、まあ、楽に勝てすぎてはいましたけどね、まあ、若い選手たちが多いですから、その点では、すごく自信にはね、つながったと思うんですけど、ですから、まさかあんな出足になるとは思わなかったですね。そうですね。今年の場合はもう20試合ぐらいやった時点での差が、結局最後までね、もうそのままいっちゃいましたが、あの20試合での、特にうちはもう阪神、中日、阪神というと、あそこの9試合でのつまずきはもう本当に痛かったですね。まあ江川にしても西本にしてもね、本来ならあんなに負けるわけがないピッチャーが、負けてしまった。そうですね、もう、彼らにもね、彼らにそんな調子悪くなかったはずなんですね。特に江川はね、そういうわけじゃないですけど、西本はすごくいい状態でまあベランダ入ったんですよね。まあ、ついてなかった部分もありますけどね、あの負けって、やっぱり普通ね、3連敗しない、まあ、負け越さないっていうのが、まあ、うちの持ち味だったんですけど、3連敗はすぐ1勝2敗になっちゃうとかね、とにかく負け越しも少し行きましたから、かなりやっぱりしんどかったですね。そうですね。はい、まあ去年 MVP 取ってね、今年はさらに飛躍を期待した原選手にしてもね、4番をガチッとやるにはちょっと最初のあれが良かったですよね。オープン戦に入る前にね、これちょっと肩を痛めましてね、試合にほとんど出れなかったんで、まあ、あれはやっぱり彼にとってはちょっと、ね、調整するのに今一番難しい時期に、まあ、休んじゃったですから、まあ、あれでの、まあ、最初それでもうまく打てればね、乗ったんでしょうけど打てなかったんだ。あの時やっぱりできなかったからなとかね、そういったこともありますから、まあ、ちょっと焦りもあったと思います。ああ、はい、まあ、ほぼ本来の力を出し始めたそのオールスターの後のですね、はい、私中継したんでよく覚えてるんですけど、神宮での3つ負けたんですよ。あれは大きかったんじゃないですか。そうですね、あれはね、こう、なんですかね、最後にね、よし、後半戦、よし、で、まあ、中日、広島とね、中日、阪神ですか、もっと行き勝って、そのまま、タイヤで案外自信持ってましたからね、そうでと思ったところを、本当に頭をギャーン叩かれて、あれでむしろ気持ちの中で、あ、今年はもうこうじゃないかなっていう部分がもう選手の間に芽生えてきたんですね、あれがやっぱり一番痛かったですね。そうですね、はい。まあ、しかし後半中畑は4番で打ったし、クロマティも打ったし、はい、それから篠塚もリーディングヒッター取ったと、はい、そういう面では本当に来季につながる意味では明るい、まあ、週末の決勝になったんですね。そうですね、クロマティもね、1年目で前半ダメだったんですけど、2年目はね、いわゆる慣れということからすれば後半戦のようなね、調子でやってくると思いますしね、これ中畑もだいぶ自信つきましたね。今までの中畑とちょっと人は違った中畑になりましたし、まあ、篠塚はもう首位打者とってね、まあ、バッターとして今最高の心理状態でしょうしね、まあ、もちろん来年もやってくるでしょうし、まあ、花は、まあ、まあかなりきついこともいろいろ言われたんでね、やっぱり本人もきついところあるでしょうし、まあ、みんなピッチャーもね、後半のような投げ方でやってくれれば、そうは凹みないと思いますので、今度こそはという気持ちね、十分持ってます、ね。それやっぱり一番リーダーになる社長になるというでしょうかね、はい、監督で頂点に立つ、はい、これも助監督、副社長とは全く違った形での一年経験されたと思うんですけど、はい、いかがですか。まあ、もうね、助監督はね、本当に楽だったですよ。まあ、いわゆる責任もないですし、まあ、試合進めるにあたってもね、なんですかね、まあ、ある程度こう冷静に見てられる立場だったんですけど、やっぱり監督になると自分でまあ先々考えながら進めていかなきゃいけないんですよね。で、まあ、いい結果に終わればもうこれはね、監督との案が楽だなっていうこともあったかもしれないんですけど、まあ、それだけの下馬評の中で、まあ、こんな戦いしちゃったんで、まあ、あれこそ言われて、まあ、そんなことはもう、まあ、そのこと気にしませんでしたけど、何度かこう抜けようと思いながらなかなか抜けれなかったっていうのはあれがやっぱり一番つらかったですね。ただまあ、しかしそのまますんなりスーッとね、勝ち続けてっていうのもそれはいいでしょうけれども、こういう一つの挫折というとオーバーですけれども、あった方がこう大監督になったのでいいんじゃないですか。いやいや、もうね、まあ、50年だけね、とにかく無理年だっただけにね、この年もあとは1年2年ね、逆に将来のチーム作りのためにね、時間を費やしてもよかったと思うんですけど、今年だけはね、どうしても優勝したかったですけど、まあ本当にそれは残念です。そうですか、はい、まあしかし来年大いに期待してくださいね。ぜひ頑張ってください。